はい、えー。皆様、こんばんは。本日もやってまいりました、ボギーチャンネルの時間でございます。まあ、本日は、えー、令和2年6月の10日、あ水曜日になります。まあ、先ほどまで、えーまあ、私コギ、えーがパーソナリティをやっております、水曜チュアチャラ作戦、えー、放送されておりましたが、まあ、聞かれた方はいかがだったでしょうか。まあ、沖縄はあの今後ですね、まあ、観光業も大事ではあるんですけども、製造業にもっともっと力を入れていかなければならない。 製造業というのは、また、あの産業の、あの、基盤になる産業でございますので、その基盤というのが揺るが、揺がしてしまいますと、あの、他の産業の発展もなくなってしまうということで、あ、カタ,カタの発展ありがとうございます。まあ、製造業をもっともっと重要視していかなければならないという、まあ、そういった話をしました。まあ、今日は、あの、放送を聞いてない方はですね、えー、ぜひともあの、後ほど、まあ、中佐の方が、ボギーチャンネルの YouTube ページにアップいたしま、 バックナンバーアップで出しますし、あと明日か後日には、宜、えー、ギノワンシティ FM の YouTube チャンネルにもバックナンバーがアップされると思いますので、まあ、週末などのお時間を見つけて、えー、聞いていただければなというふうに思います。まあ、さて、えー、本日ですね、あのー、お話ししますのは、まあ、3日前に行われました沖縄県議会議員選挙の、まあ、ちょっと分析について、まあ、私なりの分析をちょっとあの、述べてみたいなというふうに思います。 まあすでにあのちょっとあのフェイスブックにですねフェイスブックの沖縄情報に書いている内容ではあるんですけどもまあ改めてこのキャスでもあの申し上げておきたいなというふうに思います。まあ沖縄県議会議員選挙まあ皆様ご存知のようにですねえ県政野党がまあなんとかあの過半数を保ったという結果になりました。四十八議席中まあ県政与党で失礼します県政与党が過半数を保った形になりました。 定数48のうち、県政与党が25、県政野党が23議席となりました。県政与党というのは、いわゆるあの自称オール沖縄系の、ま、議員になりましてま、例えば政党で言いますと、まあ、社民党ですとか社大党、まあ、沖縄には社会大衆党という、まあ、地域の政党がありまして、まあ、その社大党も県政与党の一員でございます。あと共産党、 ですとかあとアチ系の無所属所属 H.K ではなくてアチ系の無所属の方々がいわゆる県政与党になりますで県政野党がいわゆる自民党ですとかあと公明党そしてそれからその他のまあ沖縄県あ失礼します多摩県政に対してですねどちらかというと開示的なあ姿勢でいる無所属の議員の方が県政野党になります。 ま、定数48名と言いますと、過半数ラインというのが24名になります。一、まあ、人議長を呼び出す形になりますので、24名締めれば過半数という形になるんですけれども、その過半数をかろうじて保ったのが今回の県政与党になりました。県政与党の中にはですね、あの、先ほど申しましたように共産党が含まれているんですけれども、なんと今回沖縄県議会議員選挙、 共産党の候補が全員当選したんですね。7名立候補したうち、7名全員が当選したという、これって他の都道府県では見られない格好になっております。まあ、本当にこういった形になりますと、まだまだちょっと沖縄県政ですね、あっち系、えっではなくあっち系がの強いという形になっているんですけども、まだまだ、 沖縄県議会、えー、玉城県政につ、玉県政については、あ一部の新聞報道では、まあ、玉城県政はまだまだ支持されているというふうに報道されておりますけれども、まあ、選挙結果を細かく分析すると、どうも玉城県政、支持が離れているというふうに言っても過言ではないかなというふうに思います。えー、こちら、あ まあちょっとあの字が小さくて見えにくいかもしれないんですけども、まあ、先ほど申し上げましたように、えー、県政与党は、えー、えぇ、過半数を占めたんですけども、改選前は26議席だったんですけども、まあ、今回25席、25議席ということで、えー、1議席減りました。えー、切り替えて県政野党は、えー、1議席増やしまして、まあ、特にあの自民党議席を増やしております。まあ、自民党につきましては、あー 改正前13議席だったんですけども、17議席まで4議席プラスという形になっておりまして、今回自民党が検討したというのが非常に印象的だったなというふうに思います。では、その、今回の県議会議員選挙を受けて、玉木県選に対する支持が離れているという、そういった分析なんですけども、これにつきましては、あの、一昨年の県知事選挙、 一昨年の県知事選挙と、それからよく、まあ、昨年ですね、昨年の7月に行われました参議院議員選挙の沖縄選挙区、それと今回の県議会議員選挙の結果で見比べてみたいと思うんですけれども、まず、1昨年の県,県知事選挙、まあ、このちらの結果につきましてはです、ね、まずこの画面に示しております。 で、この、一昨年の県知事選挙と、それから、昨年の参議院選挙の沖縄選挙区なんですけれども、このように得票数を並べておりますが、えっと、石垣市と潤市と、それから浦添市と名護市の四つの都市を除いた得票になっております。なぜこの四市を除いているかといいますと、今回県議会議員選挙で、この石垣市と潤市、それから、えー、 浦添市と名護市この4市がちょっと無投票になったっていうことも受けましたので、まあ、今回この無投票になった4市を除いて、えーまあ、票数を比較してみました。すると、こちらあ、一昨年のまあ県知事選挙につきましては、まあ、玉木デニー知事と他の3候補のお票差のお、票差なんですけれども、こちらが、えー、5万9692票。まあ、ちょっと下誤入しますと、約6万票が、の差がついていたっていう形になります。 で、昨年の7月、令和元年の7月に行われました、参議院議員選挙の沖縄選挙区ですけれども、えっと、こちら、あっち系の候補者の高田倉達美さんと、それから他の3候補者の票数を比較して、あの、差を割り出してみましたところ、その差っていうのが、34,462票っていうふうになっております。まあ、自称横領沖縄系と、まあ、反横領沖縄系、 えの、ま、票差なんですけれども、一昨年の県知事選挙から、昨年の参議院議員選挙にかけてですね、ま、二万五千票以上差が縮まったという形になっております。で、今回、沖縄県議会議員選挙を見てみますと、え、県政与党系の候補者の得票数から、県政野党系の得票数を引きました差を計算しましたところ、え、三万四千六百五票になりました。 昨年の参議院議員選挙のですね、票差からは100票ほどちょっと増えてしまったわけなんですけれども、それでも一昨年の県知事選挙に比べますと、やはりあの2万5千票ほどです、ね、差が縮まっているという、そういったところが伺えます。このようにですね、ただ、 県政与党がです、ね、過半数を得たからといって、あの決して勝利ではないというところが、まあ、ここからも、まあ、ちょっとあの伺えるのではないでしょうか。それと今回、あの非常にあの印象的だったのが、ちょっと画面、出すのに時間かかります。少々お待ちください はい。えー、こちらあ、昨年の、一昨年の沖縄県知事選挙、それから、あ昨年の参議院議員選挙、それから、今回の沖縄県議会議員選挙なんですけれども、この那覇市と沖縄市、この二つのですね、えー、市の得票の様子を、あの様子といいますか、あっち系といわゆるあの県政野党系の まあ、票差を比較してみました。で、えー、一昨年の、まあ、県知事選挙で、えー、県知事選挙。こちら、那覇市における、まあ、玉木で二知事と他の候補者の票差というのが、えぇ、ー、二万五千票余りとなっております。そして、えー、昨年の、参議院議員選挙、こちら、那覇市における、えぇ、ー、田哲美氏と、それから他の候補者の票差というのが、一万五千六百三十票となっております。 まあ、この県知事選挙に比べますとですね、1万票ほど差が縮まったという形になっております。で、今回、今回ですね、あの、沖縄県議会議員選挙、まあ、長市選挙区と言いましても、厳密には伊藤を含めますけども、まあ、その面もちょっと考慮しての比較してみますと、県政与党系の候補者が得た得票数というのが、6万2119票。で、県政野党系の候補者が得た得票数が、4万 あ、失礼します。失、え、礼、ー、万四千六百四十六票となりまして、なんとあのその両者の差が七千四百七十三票にまで縮まった。一昨年の県知事選挙では約二万五千票。で、昨年の、 参議院議員選挙では約一万五千六百票。で、今回の県議会議員選挙では約七七千五百票ですね。選挙を減るたんびにもうどん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 差が縮まっていっているっていう、そういった形になりました。那覇市では。まあ、こういった、ああ、こういうふうにですね、えー、あ、ホルスタインさん、これはあの投、投票総数に違いがあるのでは、違いありません。 なので、あのまあ、正確な数字を示しております。えー、こちら、あ次にあの沖縄市を見てみますと、あの沖縄市では、えー、この県知事選挙、こちらの玉木デニーと、それから他の候補者,立候補者のまあ票差というのが8024票になっております。で昨年のお沖縄選挙区、参議院議員選挙の沖縄選挙区の票差につきましては、 えー、3495票となっております。で、今回、えー、この沖縄市選挙区につきましては、県議会議員選挙の沖縄市選挙区につきましては、なんとあの、県政与党よりも、県政野党候補者の、得票数というのが多くなっています。県政与党と県政野党の系の候補者の、お、得票数というのが、得票差がなんと逆転してしまったんですね。でその票差というのは、1056票となっております。 ま、特にあの、沖縄市というのは中市について有権者数があの二番目に多い、都市ではあるんですけれども、そこで、え今回、沖縄県議会議員選挙につきましては、え県政野党と県政与党の、ま、得票数というのは逆転してしまったという、ま、そういった形になっております。特にあの、有権者数の多い、え都市でですね、まあ、あ今回の沖縄県議会議員選挙で、えー 一昨年の県知事選挙、それから昨年の参議院選挙の沖縄選挙区。こちらで比べて、あの、得票数がどん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 、得票差数、得票数の差がどん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 縮まっている。で、沖縄市に至っては、もう県政与党と野党が逆転してしまっているという、まあ、そういったところを見ますと、私、これはですね、県政与党、いわゆる玉城県政に対する、 知事というのが、まあ、特にあの都市部でですね、あの離れていってしまっているのではないかというふうに読めておられるのではないかなというふうにも言います。で、えー、もう一つあの比較した表す、差をですね、比較したもので言いますと、えー、一昨年の県知事選挙と、それから、えー、昨年の参議院選挙の沖縄選挙区。これ、あの、今回、えー、県、 議会選挙で、えー、無投票となりました、えー、石垣市、うるま市、浦添市、名護市の四つの市の合計、得票数の合計を比べてみましたところ、この四つの市での一昨年県知事選挙での玉城巻ニでに、と、それから他の候補者の協査をですね、割り出してみましたところ、1万3362票となっております。で、えー そして、昨年の参議院選挙で、石垣市、うるま市、浦添市、名護市、この四つの市で、高田哲美さんとそれから他の候補者の、まあ、票差を計算してみましたところ、5397票となっております。一昨年の県知事選挙では、13362票。昨年の沖縄選挙区、参議院議員の方ではですね、5397票。 となっておりまして、知事選挙から不層差が60%も減ってしまったということになるんですね。今回、沖縄県議会議員選挙、無投票となりました4つの市の票差の合計を比べてみますと、一昨年の沖縄県知事選挙から昨年の参議院議員選挙の票差を計算してみますと、なんとの60%も減ってしまったという そういった形になっております。この60%というのは、じゃあ先ほどお見せしましたの、那覇市に比べますと、那覇市の場合、一昨年の県知事選から昨年の参議院選のあっち系と、それから県政野党系の票差を比較してみますと、その差というのが38%、票差の検証幅が38%になっておりました。 で、沖縄市で申し上げますと、沖縄市は57%とかなり大きくなっているんですけれども、それよりも、あの、減少幅、県政与党系と県政与党系の、まあ、得票数の差の縮まり具合がですね、大きかったのが、この、石垣市、うるま市、浦添市、名護市、この四つの市の合計の、まあ、得票数だったということになります。すなわち、あの、この、石垣市、うるま市、 浦添市名護市では、まあ、昨年の参議院議員選挙では、えー、一昨年の県知事選挙でですね、まあ、玉城デニー知事と他の公表者の票差がですね、まあ、1万3362票あって、まあ、それがあ県参議院選挙では5300票余りまで減ってしまったとっいうところ、もう60%もの減少幅となったとっいうところを見ますと、今回もし、 この、石垣市、うるま市、浦添市、名護市、この四つの市で、無投票にはならずに、投票が行われた、定数を上回る一候補者が出て、投票が実施されたっていうふうになれば、あの、沖縄市のように、県政野党と与党が、あの、得票数で逆転するっていう可能性も、なきしもあらずと、なず、あらずというふうになっていたと思いますし、先ほどお見せしました資料、ちょっともう一度戻しますと、 今回、県議会議員選挙、県政与党系と、それから県政野党系との得票数の差というのが、3万4605票となっていたわけです。となりますと、まあ、この、 四市、うるま市、石垣市、まあ、それから浦添市、名護市、大体有権者の数がですね、の、まあ、この4つの市合わせて、二、え、十、ー、25万人以上おりますので、まあ、この25万人以上の投票結果の、投票の動向の結果次第では、この票差の方も逆転していた可能性があるという、そういったことになります。なので私、もし今回ですね、えー うるま市、名護市、石垣市、浦添市、この四つの市で、えー、投票が行われていたのならば、もう議席の上でもですね、県政与党と野党が逆転していた可能性というのは、まあ、極めて高かったなというふうに思っております。まあこういうふうに、今、こういうふうになりますとですね、まあ今回、え四、ー、つの市、石垣市、うるま市、えー、浦添市、名護市、 この四つの市で投票が行われなかったのが非常に私、悔やま、悔やまれるっていう結果になっております。まあ、浦添市の方ではですね、あの、公明党が、あの、まあ直前になって、まあ立候補者擁立を断念したっていうこともありまして、本当に、え、ー ま、公明党を頼りにしていたの自民党もですね、えー、公明党が、あの、立候補者を当初立てるから、まあ、一人しか、あ、あらそ市選挙区内に立候補者を立てなかったっていうことでですね、まあ、ちょっと、あの、公明党自民党系の方,の方でもですね、まあ、組織にだらしなさがあったなっていうふうに思うんですけども、まあ、それがなければ、あの、私、まあ、県政与党と野党、得票数だけではなく、まあ、議席の上でも逆転できたのではないかなっていうふうに思っております。それと、もう一つ、 まあ今回、あの先日の放送であの申し上げましたけれども、まあ、今回、えー、沖縄県議会議員選挙、まあ、投票率が低くなったというのが大きな特徴でございます。ちょっと画像を出すのに時間がかかりますあ。ちょっとこれじゃ見にくいんですけれども、あのー こちらに載っておりますのが、翌日の,あの沖縄タイムズの紙面になりまして、こちらの紙面ですと、今回の県議会議員選挙の投票者数、有権者数と投票者数が示されたことになっております。今回、沖縄県議会議員選挙、投票率が46.96%ということになっております。 で、今回、えー、4つの詞で、えー、こっちの方が見やすかったですね。赤図をちょっと今更新してみますけども、はい。一番、こちらの、まあ、剣豪計というところをご注目ください。一番右が46.96というのが、これがいわゆる、投票率ということになっております。 で、県合計のすぐ隣に書いております、87万2906。これが、今回、えー、無投票になった4つの市を除いた、まあ、沖縄県内の有権者数の数字です。で、こちら、すぐ隣の40万9891というのが、えー、投票者数。で、こちら、 その隣の463,015というのが、まあ投票しなかった人の数っていう形になっております。まあ今回、まあこの46万人、あの投票しなかったわけなんですけども、もし今回の投票率、だいたい55%ぐらいにまで、えー、なったといたしましょう。55%、うん、実際の、まあ、投票率よりもあの8%高いということになりましたら、だいたいこの投票者数というのがですね、 87万2906から、えー、92万人ぐらいまで膨れ上がります。そうなりますと、まあ、約5万人ものですね、えー、方があもし、えー、投票に行ったといたします。まあ、今回投票しなかった46万人余りのうち、えー、5万人ぐらいが、まあ、投票に行ったというふうに仮定いたしますと、その5万人のうちの 4万5千人が、4万5千人が、県政野党系に入れる。で、5千人が県政野党系に入れる。まあ、すみません。ちょっとあの、わかりやすい、わかりやすく説明するために、あの、極端な数字を上げておりますけれども、もしこの5万人の中で、今回、県政与党系と県政野党系の、まあ、得票差数、得票数の差、3万4千、 とほどありましたけれども、まあ、それ以上に、この5万人の中で、え、県政、野党系の、候補がですね、まあ、県政与党系よりも、ま得票数を得た場合、これ投票数の上で逆転するっていう形になります。そうなりますと、議席の上でもですね、え、県政与党と県政野党の議席数というのが、あの、逆転する可能性がありましたので、まあ、今回、この、低投票率というのも、私、非常に悔やまれる、ものになっております。 この46.96%といいますのは、沖縄県議会議員選挙の中では、最も低い数値になっております。で、沖縄県議会議員選挙、最も投票率が高かったのが、えー、1976年の82.28%となっておりました。それからほぼ、あの、右肩下がりに、県議会議員選挙を行われたたびに、右肩下がりに下がっていってしまいまして、まあ、今回初の50%台割れ、えー、というふうになっております。 まあ本当にこういった形になりますとですね、まあ沖縄県の有権者、もっともっとあの沖縄県の有権者のですね、まあ意識というのを高めていかなければならない、沖縄県民の政治に対する関心というのを高めていかなければならないのではないかなというふうに思います。まあ そういったことをするためにもですね、このキャスでも選挙が近づくたびに投票に行ってくださいというような呼びかけを行っていくことにはなっておりますし、私の番組でも、あの、ちょっとあの今日のキャス、すいません、ちょっとあの、資料揃えるのに時間かかって、いろいろ大変だったということもあり、分かりにくかったところもあると思うんですけれども、今回この分析につきましては、あの、Facebook、 Facebook のまあ沖縄情報というページに掲載しておりますので、ぜ、ま、ひ、あ、ともそちらからご覧いただければなというふうに思います。で、あと、この沖縄県議会議員選挙の分析ですとか、あと問題点につきましては、来週6月17日放送のですね、まあ、水曜チアチャ作戦でも述べていきたいというふうに思いますので、皆様どうぞお聞きになっていただければ幸いでございます。まあ、今日はですね、まあ、ちょっとあの、 これから用事があるっていうこともありますので、まあ今日はちょっと短めで締めたいなというふうに思います。明日は、一部のキャスが、えー、21時から、で、22時からはですね、皆様お待ちかねの HK チャンネルというふうに言いたいところではあるんですけれども、あの、先日、あの、明日放送のワンヌームイ、あの、収録してきましたけれども、なんとそこには、あの、ボギーさんが約3ヶ月ぶりに、えー 復帰した代わりにですね、HK さんが来なかったという、もう大事件が起きてしまいました。まあ、ボギーさん、あの、3ヶ月ぶりの復帰という、本当にあの、記念すべき放送の日にですね、あの、放送、収録に来ないという、まあ、これもある意味放送事故かなというふうに思います。まあ、それがあの、彼らしいところではある、ことではあるんですけれども、まあ、あの、3人揃ったあの、ワンヌーにつきましてですね、もう少しあの、お待ちいただければなというふうに思います。 それでは明日も21時から第1部のボギーチャンネル、22時間のワンヌームに、あの、お楽しみにしていただければ幸いでございます。それでは本日、本日はこれにて、失礼いたします。皆様、ありがとうございました。